手話祭練馬拳会合同の例です。聞こえない人に対する理解と手話への関心を広めるために結成し38年目になります。太鼓の響きを体で感じてリズムを取り、得意のアイコンタクトでタイミングを合わせて踊ります。笑顔を結ぶ幅広い年齢層で一つの拍手となって踊ります。矢の指文字を左手で表現、これが目印。高々と掲げて矢のスタート掛け手話、掛け声で聴覚障害者と健常者が一体となって踊っています。ぜひとも皆様ご声援よろしくお願いいたします。大高年の皆様です。